はい、どうもこんにちは。プレゼンター S でございます。今回ですね、上富良野町にありますですね、売り店舗ですね、店舗のご紹介になりますということです。まずはですね、こちらの景色ですね、ご覧ください。雄大なですね、十勝岳連峰になりますね。はい、こちらを、最高のロケーションで、見渡せる、こちらの店舗のですね、今回ご紹介になります。お家の中等々をご紹介させていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、こちら店舗になりますね。上富良野駅からだいたい1キロ離れた、場所にあります。見晴らし明大公園からですね、すぐそばの、場所になりますね。このように十勝岳連峰を見晴らせる、最高のロケーションになっていますということですね。でそちらにですね、見晴らし大公園がありますということですね。はい、そこが公園になりますと。で、237号線から少しだけ外れた場所にこちらありますということですね。それでここに菩薩様がいらっしゃいましてですね、でそのお隣ですね、店舗になります。入り口はですね、ここから入ってきて、ここに駐車場何台か車停められますと。で店舗がこちらにありまして、ちょっとぐるっとしてみますね。でこの店舗の前も駐車場として、ここ使っていただいてですね、ライン入ってますね。で店舗があって、でこの隣は普通に一般の方がですね、住まわれてますので、そこの出入り口があるんですが、ここは共用の、道路と、一応なっていますということですね。はい、で振り返って、こちらの建物でありますと。はい、今日はどうも景色がいいんで、どうも山をですね、多く映してしまいがちでございます。で、裏口もこのようにありますよといったところですね。それではですね、お店の中ですね、ご紹介していきたいと思います。はい、それではお邪魔していきたいと思います。入ってまずですね、こちら広間というかですね、ロビーですかね、ロビーがありますよと。こうあって、そこ奥に、あそこトイレですね、そこがトイレになってまして、これで、2階に続く階段が入り口入ってすぐに、このようにありますよと。で1階は、1階進んでいきたいと思います。でそちらが、手洗いと。でまっすぐ進んで、こちら元の事務所になりますね。はい、事務所があって、こちらも、事務室としてですね、使用していたようですね。部屋が1つありまして、で、事務所がありますよと。はい、でここはもともと食品の加工をやっていた場所でもありまして、このようにですね、ここは食品庫になりますね。このようにバックヤードの食品庫がこうあって、でそのままですね、こちらは加工工場として使われていた場所になります。はい、よいしょ、結構広いですね。よいしょ、こういう感じですね。はい、置いて、先ほどの食品庫からですね、このように外にアクセスすることも、こちらシャッターからできますし、こう階段上がると2階に、裏側から、2階にアクセスできますと、いった作りになっております。それで工場からくるっとターンして、こちらに一部屋ありますね。ここは休憩室としてですね、使われていた、場所になるようです。はい、ここはシャワールームが併設されてるんですね。はい、ここで、一応休めますよと。で体もきれいにできますよと。
ただところですね。それ物入れ、押し入れもあります。でここがですね、店舗の一部ですね、カフェのような場所として、使っていたようです。カフェルームですね、はい。でこのガラスの壁を、挟みまして、1階の、ロビーに戻ってきますよと。それではですね、2階の方に向かっていきたいと思います。玄関入ってすぐのですね、階段から2階アクセスできます。このように祭り少年のおしゃれ、おしゃれですね、はい。登っていって、ここは食堂ですねとして使われていた場所になります。はい、2階の大部分を占めますね。こちらは、南側がですね、このようにガラス張りになっておりまして、ここから先ほど見ました十勝岳連峰を一望できますと、そういったロケーションになっております。ガーッとね、もう雪も積もってますね、はい。もくもくしてますけども、冬の訪れを感じるわけであります。そしてここ吹き抜けになっているんですが、ここの上もですね、こう屋根状にですね、こうまあ抜けていると、天井もかなり高くなっております。開放感のあるですね、作りになっておりますよと。でこの辺りの残置物に関してはですね、実際売買する際には、撤去いたしますと、いうことですね。そして、一応この食堂以外にもですね、こちら、まあ、休憩室と、いったことで、まあ、2階に、このお部屋が一つありまして、でその隣にこちらトイレですね。お客様用として使用されていたようですが、男子トイレと女子トイレと、一応2つですね、お手洗い ありますね。はい、このようにですね、おいで。でこちら回ってですね、で奥ですね、ここに今厨房が、ね、ありますと、はい。様子見ながら、はい、よいしょ。ごめんですね、はい、よいしょ。まずごとくがあって、まあガス火ですね、3つのガス火があります。で厨房があって、先ほどの1階のですね、階段からですね、まあアクセスできますよと、そういった作りになっております。こちらはボイラー室ですね、はい、でありますね、よいしょと。以上ですね、お店の中はぐるっと、回ることはできたんではないでしょうか、はい。ここまでですね、十勝岳連峰を一望できるようなロケーションはなかなかないと思いますのでですね、ご興味のある方はですね、ぜひお気軽にですね、お問い合わせお待ちしております。はい、グッドロケーションでございます。お店の前はですね、このように、まあ、ガーデニングがされておりまして、この前面はこの牧草地ですね、現在はね、上平のですね、飲食店店舗のご紹介になりました。一度紹介してると思うんですが、天気がいいので再度ご紹介ということでですね、以上になります。はい、詳しい情報、物件の情報はですね、動画の概要欄案内ページを載せておきますので、そちらからご覧くださいということですね。最新情報そちらに載せておきますので、興味のある方ご確認ですね。そしてお気軽な、お問い合わせをですね、お待ちしておりますということでした。ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。